本当にその来た仕事をやるのが好きなんですね。なんかこう,うこういう風にやりたいとかあんまないんですね。あんまりないんですよね。もう必要とされてるだけで結構嬉しいのかもしれない。<laughs> そのなんかそのなんかいじめられた人とかが人になんかこう求められるのが楽しいですって言ってるなんか20代とかわかるんですけど、うん、もうなんか自我がちょっと出てこうなりたいこう良さそうな気がするんですけど。いやもう一回仕事ゼロになったんでもう。 ありがとうございますい。字が <laughs> 字がなんかだ出せる立場じゃないですから。<laughs> はあ、そこ開き直るっていうのを考えなかったんですかどう開き直るいや、別になんか、それはそれ、あれあれ、私は私ですからっていう生き方もあるじゃないですか。ああ、でもなんか、逆に芝居、うん、全然今回、うんと大丈夫どん、どんな役でもやりたいし、来たもの受けますって感じ。う、えーん、えっ、ー、と、ひろゆきさんと番組やるならどんな番組が良いですか 多分今普通に喋ってるの多分こういう感じになると思うんですけどうんこういう感じしかできないでしょひろゆきさんは台本台本通りにやらないんだから <laughs> 台本通りやれる人ってすごいですよねはい私やってきましただ <laughs> からほら書いてあることをそのあたかも自分が思ったかのようにしゃべるわけじゃないですかですごいしらじらしいなってしゃべりながら自分で思ったりしないですかあ 例えば、そのコメ,コメントで納得したことしか言わなかったですよ。これはさすがに思わないっていうのは言わなかったし、カンペでこれ言ってくださいって出されても、思ってなかったら私は言わなかったです。でもなんか、アホのふりとかもさせられるじゃないですか。なんか若い女の子だと知ってるので、うん、もあ知らなかったですってなんか台本に書いてあるみたいな。はい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 。そういうのはちゃんと乗っかるんですか乗っかってました。そういう時代だったからね。でも令和はもう違うと思うから、割と素直に行こうと思ってますけど。はあ<ー>。じゃあ、そっか。やっぱちゃんと仕事熱心なんですね、うん。そうだから プロ意識としてやってたんだけど、人はそれをいい人ぶっていたと判断しますよね。それが難しいですよね。まあ周りがそういう役割を求めてやってたけど、結果としてああの人はいい人ぶってあれをやってたんだっていう評価になんでずれちゃったんですかね。スキャンダルがあったから。<laughs> からほら別にスキャンダルがあったとしてもいい人ぶってやってたわけじゃなくて、役割としてやってるだけだよ。別にいい人ぶろうと思ってたわけじゃないよっていう。うん。 意見があってもおかしくなかったじゃないですか。なぜそのいい人ぶってるっていう表現でみんな理解しちゃったのかなと思って。ああ、まあ、だから分かってくれてる人は分かって。 くれてたんだろうけどお<ー>いい人の素振りを演技でやってると前から思われてたっていう部分があるんですかねなるほどねだから本当は違うけどいい人だと思われたいからこうしてるんだろうみたいなのがもともとあるのでなんかそれが表で言いやすく言いやすくなったみたいなああそういうことなのかなああすごいひろゆきさんの分析なるほどねでも別になんかいい人ぶってる感もそこまでなかった気しますけどね うん、私も別にいい人ぶろうとはそこまあできるだけ嫌われたくないとはそれ思ってましたけどああそっかだからトゲのないセリフを選ぶっていうまああ,<ー>あそっかだか,なんかツッコミとかするじゃないですかいい人ぶるんだったらツッコミとかしないでその女性アナウンサーみたいににやにやして流すっていうのでもベキさんは割とツッコむじゃないですか、うん、だからトゲの部分は見せてると思うのでそう、うん、だからトゲの部分も見せてたんだけどいろいろあるとそのいい人 いい子ちゃんだったところしかキャッチされないっていうかちゃんと毒も出してたんだけどそこがノーカウントになっちゃうのかなおじゃあむしろ毒をすごい出してるというのを YouTube とかにちゃんと残しておいた方が結果としては安定してたのなねいや元からこの人こういう人だよっていうのがあればなんかそこまでもあっじゃあ知らなかっただけなんだみたいなああそうですよねじゃあちょっと YouTube の方でいろんな小動物いじめたりとかいうの,の動画をやめ,やめてください <laughs> それも人としてダメでしょ <laughs> バンされるわ <laughs>、はい というわけで、ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様です。えー